関西テレビの山西と申します。はい、こんにちは。弊社から何点かお伝えさせていただきたいんですけれども、はい、まあ、今回訴訟で、うん、女性に、うん、まあ、性的行為というか、うん、性的関係があって、うん、まあ、その件で和解されたというようなことで、まあ、女性側も会見されているんですけれども、はいはい、このあたり和解の受け止めと、まあ、どういったことがあったのか、うん、市長の方からご説明をお願いします。まず訴訟とか和解っていうものそのものは存在してるんですけど、まあ、解決した話であるということを申し上げますね。で個人的な話で、まあ、訴訟そのものはありました。でただ裁判の内容も秘匿ということで決められてますし、和解の内容についても秘匿ということを決められてますので、お話しすることできないんですよ。一応今日女性側の代理人の会見の方にも参加したんですけれども、はい、そちらの方では、まあ、法外禁止条項は、はい、まあ、和解条項の中には入っていないというようなお話でして、はい、まあ、そうなりますと市長の口から、まあ、その個人情報に関わることですとか、まあ、そのあたりをおせらないというのは分かるんですけれども、はい、まあ、どういったことがあったのかというご自身の認識ですとか、はい、そのあたりを話すことには問題がないのかなと思うんですが、そのあたりをおっしゃらないのはどうしてなんでしょうか。いや、でもその裁判そのものもその代理人の方がどういうふうにおっしゃったのかは僕ちょっと聞いてないかわからないですけど、裁判そのものも秘匿と言われて、で和解についても秘匿ということを僕言われてますので、それは裁判所の判断でそういうふうなことで行われた裁判だと思いますので、それについては、どういった場合も僕は話すことはできないと思います。今朝日新聞の報道を見て、長野市長がツイッターで、当事者も秘匿される、秘匿することとなっており、内容については世間の皆様にはお伝えすることを私たちに書いてらっしゃるんですけど、今回の和解で法外禁止はなかったっていうことでよろしいでしょうか。はい、ありません。両者ともに。はい。ま、公害禁止条項については、和解の協議の中では、出ておりました。こちらは望んでおりませんでした。拒否しておりました。最終的に、被告側が公害禁止条項を、なくしているということでしたので、最終こちら和解に応じたという経過がございます。被告が公害禁止なくていいですと言ったということですね。そうです。公害禁止条項はついていなくて、和解協議の中で被告側は公害禁止条項をつけてくれというふうに望んでいたというの。そうです。当初はそうです。当初は、はい、でこちらはつけたくないと言っていました。でもついてない。そうです。最終的に被告側がまあ、つけなくていいということを申しました。ですから今日午前中市長が公害できない、禁止されているというふうにおっしゃっているのは、これは間違っている理解と、はい、市長の中では、要はこの和解禁止、和解じゃなくて公害禁止条項が入っているというご認識ということなんでしょうか。うん、いや、公害禁止というか、その和解も裁判についても第三者には閲覧させないという、当事者しか、見ないというルールの中でやってるんですね。それはその当事者の皆さんの人権を守るため、その他の権利を守るためにそういうふうにしてますので、それを仮に、代理人の方が他で話されているのであれば、それはその人の判断だと思いますけど、僕はそういうふうなことはしないです。おそらくそれは資料の閲覧という部分だと思うんですけれども、はい、その事案に関してご説明されるというのとは違うことかと思うんですけど、それは私は、まあ、それも含めて、うん、できないですね。はい、わかりました。最後には市長と公的な立場にいながら、はい、まあ、こういったことになったということに関してはどういうふうに受け止めていらっしゃいますか。裁判になったこと自体、まあ、紛争ですから、これについては世間をお騒がせして申し訳なかったと思っています。島田市民に対してはどういうふうな、お騒がせして申し訳なかったと思っています。もし他社さんあればお願いします。すみません、 MBS の清水と申します。はい、今の、その公害禁止の認識のところなんですけども、はい、
今市長がご指摘をされた記録閲覧の話っていうのは、はい、まあ、あくまで記録閲覧の話であって、はい、公害禁止という情報がその和解条項の中に含まれているかどうかっていうふうなところとはまた次元が違う話だと思うんです。今回の和解条項の中には少なくとも公害禁止条項に含まれていないので、うんうん、今のご説明は少しちょっとこう言いたくないというただそれだけでしかないかなと思うんですけども、うん、そのあたりどういうふうに考えますか。あ、言いたくないということではなくてその裁判そのものが秘匿されて行われているっていうのはそれはそこで行われているそのやり取りとか、話し合いというか裁判内容ですね、それは、秘匿するのがその当事者にとって、重要なことだという判断なんですよね。その、公害禁止って改めて言うとあれですけれども、もともとその裁判自体を秘匿していこう、また和解内容についても秘匿というふうに決められるというのは裁判は基本的に公開なんですよ。で、公開のものを非公開というふうにしてそういうふうに制限すること自体かなり高度なねその、判断なんですよ裁判所の。その裁判その判断をちゃんと重視してやっていくっていうのが大事だと思います。裁判所のそれは裁判の進め方の話であって、いや終わってからもです。話題にしているのは、はい、まあ、和解がありましたと、うん、でそして、原告側の女性の代理人弁護士は先ほど会見を開いております、はい、でその中で和解条項に関しても説明を一定されていますと、はい、いうふうなところを我々は指摘しているわけであって、はい、今市長がご指摘されたのはあくまで裁判の進め方の話であって、はい、今回のこの事案に関しては一定程度市長に説明責任があると思うんですけども、そのあたりどういうふうに考えますか。一定程度の説明責任というのはどういうことですか。例えば原告側の女性がですね、まあ、今回そうしたその性的行為を受けて PTSD を発症しているというふうに会見でおっしゃっていたりとかですね、はい、あとはまあ日中にそうした行為がありましたよというようなことも、はい、まあ、会見では出ていたりしています、はい、また和解条項の中では、まあ、市長に関して優越的な立場にあるであったりとか、うん、自制すべきだったとの非難を免れないというふうな、まあ、コメントも裁判所から出ているわけなんですけども、はい、このあたりに対する市長の考えってどういうふうに、うん、そのコメントっていうのが裁判所から、出てるっていうのがね、僕の知る限りでは僕が、今僕が、最近、裁判で和解した案件については秘匿されてるはずなので出てないと思います。そういうコメントが裁判所からは秘匿されてるので、どうやってそれを知ってるんですかね。会見で原告女性の代理人弁護士が明らかにしています、はい、ああ、わかりました。原告本人がですね、なかなかやはりここに出席するということはとてもまあ辛いものがあり、できないということでございますので、ただやはり伝えておきたいということがありまして、それを原告からのメッセージとして文書をお渡ししているところです。門崎の方から代読ということで読ませていただきます。それでは代読させていただきます。本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。会見に同席し直接お話しするべきですが、事件のことを話すのはとても辛く言葉に詰まりうまく伝えることができないと思われましたため書面にて失礼いたします。11月14日に和解が成立しましたが、私は本心では和解などしたくはありませんでした。ですが私は警察に被害届を提出してからとても長い期間戦ってまいりました。この裁判でも判決をいただく選択肢もありましたが、私はもう心身ともにボロボロです。この春に裁判所から和解監視を受け半年近く協議をしてまいりましたので、ここから再度戦っていく気力を奮い起こすことができない状態です。もうこれ以上被告と関わりたくありませんし、裁判を早く終わらせたいという思いが強く湧くようになり諦めたというのが実情です。裁判上の和解をしたからといって被告を許したわけではありませんし、ありません。今でも本当に悔しいです。警察へ被害届を提出した当時は強制性交等罪から不同意性交等罪の刑法改正はまだ施行されていませんでした。もしも改正後の刑法がもっと早く施行されていれば被告は不起訴にはならなかったのではないかと考えることもあり無念でなりません。被告は最初から最後まで同意があったと主張していました。被告は公人である市長であり、私はただの一般人ですので私から見れば明らかに立場の差があります。
泣きながら拒絶する私を立場、地位や権力を乱用し、恐怖で押さえつけ、人格否定などの言葉の暴力で精神的に支配し、逃げられないようにすることが同意なのでしょうか。私は被害に遭い始めてから普通の精神状態ではいられなくなり、心が壊れ、嫌だ、怖い、逃げたい、気持ち悪いといった感情がなくなってしまったかのようで、拒絶する気力すらなくなってしまいましたが、これが同意なんでしょうか。私は精一杯拒絶しようとするたびに被告から罵詈雑言を浴びせられ、自分は被告の言うことをすべて聞かないと生きる価値などない人間なんだと思うようになってしまいました。今思い返せば本当に異常な状況ですが、誰にも相談できず助けを求めることもできなかった私は、被害を一人で抱え込み被告の思うままに支配されていたのだと思います。何でも言うことを聞き言いなりになってきました。被告は LINE でメッセージを送信する際、私が既読にするとすぐに送信取り消しをするなど、証拠を残さない卑怯な方法で私を脅してきました。私は精一杯拒絶してきました。それは被告自身が一番よくわかっているはずです。被告は人の気持ちが本当にわからないのか、わかっていてあえて無視しているのか、拒絶されることに興奮を覚えるのか、私にはどれが正解か、あるいはそのどれでもないのかわかりませんが、被告の言動は何も理解できませんし、普通の考え方ではないと思います。私は被告から異常な執着をされていると感じていました。それから逃れるためには自ら命を絶つしかないという極端な選択を考えるまでに追い詰められました。私にはこのような加害行為に及んだ人物が責任ある立場にふさわしいと思えません。ですが私が辞職すべきだと言ったところで、被告は自分の非を認めないでしょうし、真に反省しその反省をもとに行動してきたのであれば、裁判を通じて同意があったと主張することはないと思います。被告の身体に関してはこれから政党や有権者である岸和田市民の皆様が判断なさると思います。被告にも娘さんがいらっしゃいますが、 大事に大切に育てた子どもがこのような目にあったらどう感じますか。私と同じような被害に遭わないと私の両親の気持ちは分かりませんか。被告によるあまりにも身勝手で愚かな行動によって傷つけられた人は私一人だけではありません。私が自分の言葉で皆様にお伝えしようと決意したのは、次の被害者を出さないためです。私が知っているだけでも被告からの被害に遭いかけた方が他にもおられます。上記で述べました通り、私には被告が反省しているとは思えませんので、このまま終わらせてしまえば今後も同様の被害者が出る危険性があるのではないかと思っています。私は何としてもそれだけを防ぎたいのです。私には被告は自分の目的を達するためには手段を選ばないように見えました。今回の和解でも逆恨みされたらどうしよう、今後何かされるのではないかという恐怖にずっとつきまとわれています。私の願いは被告に今後二度と私に関わらないでほしい、私の新たな人生の邪魔をしないでほしい、被害に遭う前の元気だった頃のような普通の人生を取り戻したい、ただそれだけです。以上です。それはその方々がそういう判断でされるのはいいと思いますけど、僕はあの趣旨にのっとってね、秘匿したいと思います。社長、最後、公害禁止条項はあったなかった、どちらなんですか。それは内容に関わるのでお答えできないんですよ。和解の内容に関わるのでお答えできません。毎日新聞の藤川と申します。はい、一点念のためお伝えするんですけども、はい、繰り返し先ほどおっしゃってるその裁判の審議自体も非公開であったっていうのは、はいはい、審議の非公開であって、はい、その裁判の結果そのもの、今冒頭でおっしゃったように、うん、その裁判はもう終わって解決してますのでっていうご自身もおっしゃったと思うんですけど、うん、審議の非公開は裁判の結果の非公開とはまた別なんですけども、はい、その点は誤解されてるわけではないんですよね。閲覧も非公開です。あ、いや、それは資料閲覧なんですよ。はい、はい、でそれはその当事者への公害禁止を定めているものではないんですけど、その点はご認識されているんですかね。はい、あ、認識してます。はい、であれば今、うん、その、被害者というか、うん、まあ、その被告とされる方たちから出たお話に対して、うん、市長の立場でご説明されないのは言いたくないからという理解でいいんですかね。言いたくないからではなくて、はい、その裁判そのものが秘匿の状態で行われた裁判であるということを、僕の意見を言っていいんですか。はい、いいです、いいです。
どうしましょう、言ったらいいんですか。裁判が秘匿で行われたかどうかは、うん、裁判終了もって別に関係はない話なんですけども、今市長がおっしゃってるのは、はい、その後の資料閲覧が秘匿されてるから、これはその公開してはいけない、要は言及してはいけないものだという認識でいらっしゃるってことですか。そうです。それ代理人の方にも確認されましたかね。公害禁止条項とまた別だと思うんです、うん、僕の代理人ですか。はい、僕の代理人もちろん確認してます。だから僕は話さないというふうに決めて、話せないんやなと思って話さないって言ってます。代理人の方は公害禁止条項についてご説明されましたかね。あ、もちろん、はい、はい、どういったご説明だったんですかね。それは代理人の方に、確認してもらったらどうでしょうか。あ、いや、市長が、ご自身の代理人の方から公害禁止について説明された部分というのはどういった説明を受けられたんですか。公害禁止というのは、まあ、公害禁止ですよね。そういうルールだと思います。はい、そうですよね。だから公害禁止でない、公害禁止って書いてないから公害していいんだっていうふうに考えられたんだと思うんですよ。そうですよね。あ、お相手が説明されてる、記者さんはそうじゃないんですか。あ、我々はそうですね。ですよね。はい、で、僕は公害禁止って仮に公害してもいいよって言ってるわけでないんであればね、その裁判自体を、いろんなこう例えばついたてをしたり、誰が話してるっていうか分からないようにして、公開しないような形で、本来公開するのが原則であるはずの裁判を非公開でやるっていうのは非常に、憲法に対してもね、重たい判断だと思うんですよ。その重たい判断なんでするのかって言ったら、その場の当事者の方々の権利をこれからも生きていかなければいけないですから、みんなそれを守るためにそういった対応をしてます。で、その中で、これまでの裁判のやり取り、そして、和解の内容ですね、それも、外に公開しないということで決められたものなんですよ。裁判長にですか。そうです。裁判でそう決まってる。だから僕はそれ守ってるんです。じゃあ裁判官が公害をしてはならないと、その結果についてっていうのを直接市長におっしゃったということですか。公害という言葉を使うと難しいですけれども、閲覧制限という形で公開しないということを決めてるわけです。それ訴訟記録の話ですよね。その和解調書について公開しない。そうです。もっておっしゃったのはもう一つは何にかかってるんですか。他に裁判の記録も和解の記録も公開しないということが決まってます。僕はそれを守ってるんです。記録をですよね。記録をというか、まあ、記録はそう イコールですからね、その物事とイコールやと思いますから。はい、公害禁止っていう制度があることはもちろんご存知じゃないですか、今のお話で。公害禁止っていうのは制度じゃなくて、公害禁止っていうのは、公害禁止、公害をしないということを改めて禁止するっていう言葉だと思いますよ。そういう制度ありますか。和解調書の中で、はい、和解を結ぶ時の条件として設定される法的制約です。はい、ですので、そういう言葉がありますよね。あるかないかによっては、はい、別に公開するしないっていうのを制限してるしてないっていうのがそのまま分かる話なので、言葉遊びになって恐縮なんですけども、公開されてるもんなんですよ、本当は。公開、本当は裁判公開でやるんですよ。国民の皆さんが、裁判所がちゃんと裁判やってるかというのを確認しないといけないですから、だから裁判は公開で行うのが原則なんですよ。原則の公開の中で、例えばこれについては公開すべきじゃないなというようなことが特別あればね、これについては公開しないようにしましょうっていう時に公開禁止という言葉を使うかもしれないです。僕も裁判詳しくないですけど、普通の一般的な知識としては僕はそうだと思います。でも今回の裁判についてはいろんなついたてをしたりとか、例えばその案件がわからないように、例えば人の名前も本当の名前で言わずにイニシャルで話して、いろんな努力をして、その案件の中でいろいろ話し合われること、そして和解の中身についても全て秘匿するっていうことが、裁判所としてそれが当事者、僕は当事者ですけど、僕以外の当事者の人権も権利も守るためにそれが重要であるっていうふうに考えて、そういう措置を取られてるんですね。だから僕はそれを守りますということです。原告代理人の説明にのっとって恐縮なんですけども、はい、被告側は公害禁止条項を和解を結ぶときに求めたんだけれども、はい、裁判所の判断として別にそれは結果として盛り込まれていないというのをお話があったんですけども、
今おっしゃったお話だと別にそこでなぜ公害禁止条項を被告側がお求めになったのかも我々には分からないですし、もう一度言いますけど審理中の非公開であったりとか民事裁判においては審理の非公開というのはその結果の非公開とは結びつかないですし、あの閲覧記録の制限はその結果について触れてはならないというものではないと思うんですけれども、市長のお立場としてはその先方がご説明されていてもご自身 の, その言い分であったりという部分をその市民の方であったり支援者の方もいらっしゃると思うので、そういった方に向けても発するつもりはないということなんですか。今からその、はい、僕は言うのが不適切だと思ってます。その不適切だと思う理由は何ですかね。それはその人の裁判の中でその人も含めて当事者を守るために取得されてきたものですから、僕は言うべきじゃないと思います。だから例えば相手が言い出したから自分も言えよって今多分思ってはるかもしれないですけど、そういうものではないと思います。代理人によると、女性は2019年から岸和田市の長野光平市長と政治活動で関わりがあり、数年の間に何度も性行為を強要されたということです。女性は心的外傷後ストレス障害を発症し、2021年に大阪府警に強制性交等罪で被害届を出しましたが不起訴に。その後損害賠償を求めて長野市長を提訴しました。裁判の中で長野市長は同意の上での行為だったと主張したということです。今月14日付の和解調書によると、大阪地方裁判所は市長の地位や日頃の言動から伺われる影響力、女性の就業歴や年齢などを考慮すると純粋に対等な関係にあったとは言えない、むしろ雇用維持を左右しうる優越的な立場にあったと認め、市長の謝罪や解決金500万円を払う和解を勧告し成立しました。被告は最初から最後まで同意があったと主張していました。泣きながら拒絶する私を立場、地位や権力を乱用し、恐怖で押さえつけ、人格否定などの言葉の暴力で精神的に支配し、逃げられないようにすることが同意なのでしょうか。僕は自分で正しいと思って言うべきじゃないと思って言ってないということです。お相手がおっしゃったから言うべきかというのは一旦さておいて、その市長のお立場として、今は先ほど他社さんの説明でもあったように、その不適切ではないかというのを言われているようなことに対してはどうお考えなんですか、ね。それは一応ね SNS って書いたんですけど、はい、市民の方々に説明しないといけないのは、例えば僕が、何か悪いことしたとか、うん、で例えば何か責任が生じたり、損害賠償責任が生じているとか、法的責任が生じているとか、こういうことがあったとしますよね、はい、それについてはちゃんとお知らせしないといけないと思うんですよ、うん、でそれはお知らせしないといけない。でそういう意味ではそういうものはないですし、僕としては非がないですから、その非がないということだけは伝えておかなければいけないと思って、自分を守るためにね、非がないということはお伝えします。ただ、裁判の中身についてはですね、誰がどんなことをお話しされても僕はどんな話やったかということは僕から言うことはないです、うん、非がないとおっしゃるんであれば、はい、和解で金融そのお金を先方に支払うというのは、うんはい、一般的感覚からすると疑義が残る。もしその私には一切非がないのに訴えられたというのであれば、はいはい、判決まで戦って結果を出すべきなんじゃないかなと思うんですけど、はい、その点はいかがなんですか。それに答えると内容に触れるので答えられないです。もう最後に確認なんですけども、はい、ちょっと繰り返しになってしまうんですけど、裁判所のその進行の非公開という部分と閲覧記録の制限というのは、一般的には公害禁止とは異なるものでして、はい、で先方のご説明ではありますけども、原告側のご説明ではありますけども、和解を結ぶときに被告側、大変ながらその市長と代理人さんの方は公害禁止条項を望んだんだけども、はい、裁判所の判断、裁判長の判断としてそれは不要であるというふうに落ち着いて和解が結ばれているということから、その今おっしゃっているその説明するのはそれ言ってしまうとその中身に触れてしまうからとおっしゃってるのは、うん、基本的にはその裁判全体の進行を、うん、市長自身が見られて言ってはいけないものだと認識されてるから、うん、ご自身の認識として言ってあかんから言わんとこうという理解でよろしいんですかね、うんうん、そうですね、はい、わかりました。すみません、共同通信です。はい、午前中に市長の方が X でポストはされてると思うんですけども、うんはい、報道でその性加害的な行為があったということについては事実ではないと
ご自身で言及されていると思うんですけど、はい、じゃあちょっとあの SNS でポストされているものだと思うので、はい、その事実ではないということについて具体的に市民に向けてご説明をいただいていいですか。はい、事実ではないという言い方しかできなくて申し訳ないです。具体的にどこの部分がとか、そうだからそれを言うと内容に触れることになるので事実ではないということしか申し上げられなくて申し訳ないです。事実ではないというのはもしそのお伝えしたくてあえてポストしたという、そうです、自分も僕も生きていかなきませんし、僕も家族もいますし、そんな不名誉なことをね、そんなまるで僕が性加害したかのようなこと書かれたら、それは僕もあのそのままでは置いとけないですよね。だから僕はそういう、自分がさっきもおっしゃられたみたいに自分が悪いことしたのか、これは悪いことしたんやったらそれはあのちゃんと言わないといけないですよね。で自分に損害賠償の責任があるとか、であとは法的責任が何か僕にあると、まあ、そういったことであればちゃんと僕話してなあかんと思いますけど、そういったものはないし僕は自分に非があると思ってません。だから、そういうふうな書き方をしています。ただ内容については申し訳ないんですけれども、裁判をやってきた経緯の中から僕は秘匿するのが正しいと思ってますんで秘匿します。すみません、ABC です、うん、はい、ご自身に非がないというふうに、まあ、ご主張があるかと思うんですけど、はい、ということは相手側の方には謝罪とはされてない、自分は悪くないというところで、それについてお答えすると内容についてあの触れてしまうことになるのでお答えできないです。だとしたら相手方の女性がなぜ PTSD を患っているんですかね、うん、それも申し訳ないですけど内容に触れることになるのでお答えできないです。 NHK の野です。はい、前段なしに全くフラットな質問として不貞行為をしたことはありますか。はい、今は関係ないと思います。はい、公務中に不貞行為をしたことはありますか。ないです。はい、分かりました。あ、すいません、あの 今関係ないですけどね。はい、関係ないです。はい、今、はい、読売新聞の前川です。関係ないですをちゃんと答えにしてくださいね。言い直したんで僕。あ、はい、いや今の話はただですね、ただ、調書の中の、指摘だと、はい、まあ、公人で配偶者がいることにも触れていて非難を免れないという所見を裁判所の方で示されていて、はい、公人で配偶者がいるという点であってこういうことをしているので、その上で不貞行為をしたことはないと、はいはい、その内容に触れられるとあのそれはあの裁判の内容ですから僕はお話できません。はい、あのちゃんとしたコミュニケーションの中であの記事にするのがしてくださいね。僕が後で、あ、今あのつい言ってしまったけどっていうのはちゃんと取り消した場合、取り消してくださいね。この場で質問したことが、関係、はい、その私の質問は今質問するには関係がないっていう意味での関係がないっていう意味だったんですか。そうですね。はい、分かりました。じゃあ、この記事も鑑みた上 でこれまで裁判があったの、訴訟があったのと和解があったということを踏まえた上でこれまで不貞行為をしたことはありますか。不倫関係になったことはありますか。いや、ないです。はい、分かりました。はい、改めて読売新聞の前川です。はい、今回の、まあ、報道、今回の訴訟を受けてですね、ご自身の身体についてはどのようにお考えでしょうか。身体については何も考えてませんけど。何も考えていないというのは今後継続して、うん、していくということ、主張として、はい、何人と務めていく、はい、すいません、関西テレビの高橋と申します。はい、あのまあ、先ほどあのその法的責任ですとか、まあ、例えば賠償責任ですとかそういうのがあったら、まあ、説明しなければいけないけれども、まあ、自分にはそういうのがないので、まあ、今その秘匿というところをするというようなご発言がありましたけれども、まあ、この和解条項で、まあ、500万円の支払い義務が発生している、うん、このあたりについては、うん、まあ、市長としては、まあ、何ですかね、こう説明義務を果たさなければいけないというか、まあ、法的な、まあ、これは契約ですし、法的な責任の一つになるかと思うんですけど、この他に関してどういうふうに捉えてらっしゃるんでしょうか。それは裁判の内容に関わるのでお話できません。ただその自分には全くないというふうにおっしゃってたと思うので、それは500万円の支払い義務が生じているというのは、はい、それは、今の先ほどその500万円の支払い義務についても僕はあの認めてませんから、今それを僕はそうですねって言ってませんよね。あ、言ってないんですけれども、はい、ただ自分にはそういったその法的な責任、法的義務ですねが全くないというふうに先ほどおっしゃっていたので、はい、そういうわけではないんじゃないですかというところをあの指摘しているという。あ、ないです、僕に法的な義務は。
ないです。じゃあ裁判所の和解調書は何なんですか。和解調書っていうのは、だから和解調書については内容は僕言えないっていう、さっきから申し上げてます、うん、はい。和解調書にははっきりと500万円の支払い義務があることを認めるというふうに文を書いてあるわけなので、うん、はい、今市長が説明した法的責任がないという表現と矛盾するというふうに、まあ、先ほどの記者も私も指摘をさせていただいているんですが、はい、そこについてはどういうふうに説明するんですか。まず和解の内容についてお話できないんですよ。申し訳ないですけれども、それをご理解いただけたらと思います。じゃあ、まあ一旦和解の内容は説明できないというふうにしておいたとしても、はいはい、法的責任がないというふうに言い切ったその発言と和解調書の内容と明らかに矛盾が生じているんですが、ここはどういうふうに説明するんですか。法的責任がない、矛盾が生じているということも、その和解の内容について僕言えないですから、それ説明できないんですよ。だから僕は矛盾と言われているものを僕は提示してないです。もう一つの矛盾って言われているもの、その和解の内容を僕提示してないですから、だから僕は自分で今皆さんに申し上げてるのは、僕に法的責任はないですっていうのを言ってます。この紛争についてですよ。この紛争の中で僕に法的責任がないっていうことまでは、確実に言えますっていうことです。和解調書の中にはその500万円の支払い義務、被告に500万円の支払い義務があることを認めるという、まあ、表現が、まあ、されているわけで、それはもちろん裁判所も、まあ、原告被告双方とも全部見た上でそういうふうに調書が、まあ、出来上がっているわけで、そこの説明と今の市長の説明された法的責任がないというところが まずその何遍も申し上げて、申し訳ないんですけど、和解についての内容も話せないということをご理解いただきたいです。での上で、僕の法的責任がないって言ってるのは、この紛争におけるその、紛争そのものですね、裁判そのものの中で僕に何か法的責任があるとされたわけではないということを申し上げてます。裁判そのものの中で法的責任があるから和解調書の中に500万円の支払い義務があることを認めるっていう文言が入ってるんじゃないですか。はい、いや、その調書の内容をね、僕は言わないって言ってるじゃないですか。表に出してないんですよ。だからそれはそういうふうに聞かれてもお答えできません。ちょっともう一回確認なんですけども、うん、市長がこの和解調書の内容を言えないというふうにしている根拠は、うん、裁判が、まあ、全て、まあ非公開で行われていて、はい、記録も閲覧制限がかかっていたからというふうに整理してよいでしょうか。そうですね、はい、その裁判の趣旨ですね、はい、ということは、じゃあそれが原告被告裁判所の3者の中で公害禁止という形で合意されていたかどうかに関しては、まあ、そこはあえて踏み込まないということですね。それは和解の内容に関することじゃないですか。僕今申し上げているのは、僕が話できるのはすごい限定的なんですけど、紛争そのものはあって、で和解して解決済みですということです。で僕に法的責任がないということまでは僕は自分が申し上げてます。それだけですね。ですが、最後確認なんですけれども、まあ、その X に書かれてたその事実ではないと、まあ、何がちょっと事実じゃないんですかって言ったら、そこは具体的には答えられませんということだったと思うんですけれども、はい、まあ、先ほどの文脈から聞くと、うん、まあ、要は性加害という事実はないという認識でいてよろしいでしょうか。うんうん、まあ、書いてる通りですね。 SNS で書いた通りです。はい、改めてご自身の口でちょっとご説明いただいてもいいですか。その何をですか。なんかその性加害という、はい、事実がないという認識でいいのか、はい、そのあたりをご自身の口でもご説明いただいてもよろしいですか。はい、もちろん性加害という事実はございません。はい、秘書すみません、X を多分投稿される前にその当該記事をインターネットか、まあ、紙か分からないんですけどご覧になったと思うんですけど、記事の朝日新聞さんの記事、今日の調査、ああ、はい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 、あれはそのよく読まれたというか、その
ちゃんと見る時間があったんですか、なんか人づてに連絡来てとか。ああ、人づてに連絡来ましたね。あの性加害について書かれてなくてですね、はいはい、そもそもなんかこの X の投稿自体が書かれてないことを否定しているので、うん、多分なんかこう誤って、うん、なんかもうね、受け手の人によっては、うん、え、性加害の疑惑持たれたのって思われる内容になってるんですけど、うん、はい、記事自体はその優越的地位で不適切な関係、はい、まあ、まあ、要はあの既婚者なのにっていう部分であったりと、はい、あと和解をして謝罪をされて500万円支払うということになったという記事なんですけども、うんうんうん、その内容その記事であったとしても事実ではないという理解でよろしいんですかね、うん、はい、事実ではないです。事実ではない、はい、あの記事ね、あの、まあ、すごいしんどかったですけど、はい、まあ、普通の状態じゃないですからあれですけど、まあ、ちゃんと読みましたけど事実ではないですね、うん、はい、だからあの X に書いてらっしゃったような性加害という前提条件がなくても、うん、そもそも記事に書かれたことは事実ではないという認識、あの細かくこれが事実やったか、まあ、これはなっていうのは申し訳ないですけど、それ内容に触れるので言えないですけど、ただあの全体としてあの、書かれていることが僕は不適切だと思いますし事実じゃないと思います。いや、不適切というのは どういうその書いてしまっていることがということなのか、その誤ったことを書いてるから不適切だというのか、どういうニュアンスですか。不適切の内容も内容に触れてしまうのでちょっと申し上げられないですけど、記事についてです。あ、記事の不適切さについても言うと内容に触れてしまうので言えないです。ただ、書かれていることはまあ事実ではない、はい、だから不適切だと、僕は不適切だと思ってます、あの記事で、不正確だと思ってます。で、僕が何か悪いことしたかのように、受け取られると思います。でそれらを否定します。内容に関しては先ほど来おっしゃるように和解の内容については言えないんだけども、はい、僕は悪いことをしていない。してない、はい。で、ちょっとこうあの堂々巡りになっちゃいますけど、和解の口外禁止はついてないんだけども、はい、和解の内容については言えないという当然です。はい、では先方がその、はい、原告側の代理人が、うん、和解調書としてその記者にあったりに説明をして言っていることは、うんうん、なんかその何か思うところっていうのはないんですかね。その今の市長のご説明だと公開しちゃいけない裁判なのに、はい、公開されてるって言って、本来ならまあその抗議するなり何なりをすればいいところだと思うんですけども、はい、まあ残念です。はい、なるほど、うん、お相手がおっしゃってることっていうのは、まあ、その残念だと、そういう行動されることが残念だっていう理解ですかね。残念ですね、うん、はい、まあ、はい、うん、ありがとうございます。